回の木島平村の旬のものは何ですか？トマトとキュウリです。はい、こちらご用意いただきました。もう色つやが本当いいですね。キュウリも濃い色が。キュウリはみずみずしくて本当に美味しいし、あのトマトは熟してから取ってるので味が濃くて美味しいです。さあ、ご用意いただきました。では早速キュウリからいただきます。はい、うん、あ、味が濃い、みずみずしいですし美味しい。そして、はい、トマトもいただきます。はい、見てください、このいい色。完熟ですか？はい、完熟トマトです。完熟トマトいただきます。甘い。甘いですか？塩も今何もかけずに、はい、いただいたんですけど、こんな甘いんでしたっけ？あの完熟してから取ってるので多分濃いお味だと思うんですけど、すごくなんかトマトのあの旨味と、はい、あとね、もうなんかすくすく育ってきたなっていう感じがね伝わってきます。はい、ぜひ皆さんもね、あの旬ですから、はい、たくさんの方に食べていただきたいですね。上信越高原国立公園の中心地、志賀高原の北に位置する標高1400から1700メートルの間に広がる高原です。神秘的な樹齢300年のブナの原生林は高山植物の宝庫となっているのが特徴です。そして7月から8月にかけて咲く北戸部湿原の日光キスゲはブナの原生林に囲まれた7ヘクタールを埋め尽くす圧巻な風景です。また夏の期間に牛が放牧される牧場や6月から10月まで利用できるキャンプ場もあります。